エターナルズは、マーベルコミックの同盟の種族をベースとした、2021年のアメリカ合衆国のスーパーヒーロー映画。マーベルスタジオが制作し、ウォルトディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズが配給する、マーベル・シネマティック・ユニバースの第26作目。クロイ・ジャオが監督、ジャオとパトリック・バーリー、ライアン・フィルポ、マシュー・フィルポが脚本を務め、ジェン・マチャン、リチャード・マテン、 クメール・ナンジアに、リア・マクヒュー、ブライアン・タイリー、ヘンリー、ローレン・リドロフ、バリー・コーガン、ドン・ディー、キット・ハリントン、サルマ・ハイク、アンジェリーナ・ジョリーらが出演する。半分に減った地球の人口が戻った後、地球にある危機が迫り、セレスティアルズによって生み出され7000年以上人類を導き見守り、地球で密かに暮らしていた不死の宇宙種族エターナルズは、 邪悪なディビアンツから地球を守ることになり、再び集結することとなる。この他に、ハーズ・スレーマンが、ファストスの夫、オゼル・エルカンが、密輸業者を演じている。また、ギルバー・ミンガム、ジャショーン・セント・ジョン、ゼイン・アル・ラフィーも出演している。また、クロ、ネザーザ、カルクレーター、アリシーム・ザ・ジャッジも登場する。2018年4月、マーベル・スタジオの社長であるケビン・ファイギは、 スタジオが、ジャック・カービーのマーベル・コミックシリーズの、エターナルズを原作とした映画を制作し、マーベル・シネマティック・ユニバースのフェーズ4で公開すると、語った。また、マーベルは、複数の脚本家と会い、映画は、キャラクターのセルシに焦点を当てているとも言われていた。マーベルは、マシューケ・ハーポ・トライアン・ハーポが1ヶ月後に台本を、書くように設定した。脚本の概要には、 セルシとイカリスのラブストーリーが含まれていた。2018年6月、ファイギはマーベルが MCU の歴史を通して神話や伝説のインスピレーションとなるエターナルズの SF においての古代宇宙種族の種類を探求することに興味があると語った。2018年8月下旬、本作の監督の最終候補がクロエジャオ・ブラック・ウィドウの監督の最終候補にも上がっていた。 ニコル・カッセル、クリスティーナ・がジェゴとシーロ・ゲエーラのペア、トラビス・ナイトの4組に絞られた。1ヶ月後、ジャオは本作の監督に正式に就任し、マーベルは彼女とのミーティングに感銘を受け、彼女が他のスタジオのプロジェクトを引き受ける可能性を心配し、すぐに彼女を監督に確定させるために動いた。また、多様性のあるキャストを起用し、 エターナルズを描いたため、マーベルは、キャプテン・マーベルなどのプロジェクトと共に、本作を MCU の完全な変わり目であると考えた。2019年2月、ファイギーは、カービィのコミックの数万年にわたるエターナルズの巨大な女子誌のために、キャラクターに興味を持っていることを繰り返した。マーベルは、アベンジャーズのような個別のキャラクターのクロスオーバーでのアンサンブルではなく、 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのような最初から多くのアンサンブルが組み込まれている作品の制作を計画し、さらにガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・アベンジャーズで行われた世界の大多数が知らないキャラクターを紹介することも計画した。2019年3月、アンジェリーナ・ジョリーがキャストに加わった。2019年4月、クメール・ナジアニト・マドンソクがキャストに加わった。また、 本作には、マーベル映画初の同性愛者のスーパーヒーローが登場する予定だと報道された。2019年5月、リチャード・マッテンがイカルス役でキャストに加わり、翌月にはサルマ・ハイクもキャストに加わった。2019年7月、バラエティは、ジョリー・マッテンの他に、ミリー・ボビー・ブラウンがキャストに加わったと報じたが、ブラウンはこの報道を即座に否定した。 2019年7月後半、ファイギはサンディエゴコミコンで本作のアメリカ合衆国での公開日が2020年11月6日に決定したと発表した。さらに、ファイギはジョリー、ナンジアニ、ドンソク、マッテン、ハエックがそれぞれセナ、キンゴ、ギルガメッシュ、イカルス、アジャクを演じ、ローレン・リドロフがマッカリとして、ブライアン・タイリー・ヘンリーが ファストスとしてリア・マクヒューがスプライトとしてキャストに加わったことを発表した。コミコンには発表されたキャスト陣が登壇した。ファイギは本作に LGBTQ のキャラクターが登場することを正式に発表した。2019年7月の公式発表までに主要な撮影はイギリスのバッキンガムシャーにあるパインウッドスタジオで開始した。2019年8月。 ジェンマちゃんとバリー・コーガンが出演交渉を行った。チャンはキャプテン・マーベルでミン・エルバを演じていたが、本作では別のキャラクターを演じた。同月の D23 エキスポで、チャンとコーガンがそれぞれセルシとドルイグを演じ、さらにキッド・ハリントンがデイン・ウィットマンとして出演することが発表された。 本作は、ウォルトディズニー・スタジオ・モーション・ピクチャーズの配給で2020年11月6日に、米国公開が予定されていた。しかし、新型コロナウイルスの影響による、ブラック・ウィドウの公開延期を受けて、2021年2月12日に、延期となった。しかし、さらに延期となり、シャンチー・テンリングスの伝説と公開順を入れ替え2021年11月5日となった。 9月29日、日本公開日が2021年10月29日と発表された。ウォルトディズニーカンパニーは2021年9月10日に同年公開予定作品のスケジュールを発表し、本作品について公開から45日間は劇場独占とする方針を明らかにした。これにより、MCU 作品としては同じく劇場独占公開となったシャンチー。 テンリングスの伝説に続き、2作品連続で映画館での公開が確約されることになった。ありがとうございます。